ケーシー、A、ケーシーは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州中央部の、歴ントン軍とリッチランド軍にまたがる都市である。コンガリー川に沿ってある。2010年の国勢調査で、の人口は12,528人だった。州都であるコロンビア市の南西に接しており、コロンビア大都市圏に属している。 KC 市域の大半は、州都コロンビア市からコンガリー川の対岸にあり、リッチランド軍に新たに併合された部分が開発を待っている状態にある。KC ーー市と隣接するウェストコロンビア市とは、道路名や学校を共有しており、二つの市を合わせて、KC ーーウェストコロンビアと集合的に呼ばれることもある。しかし、司法権は別の都市である。コンガリー川は常に、KC ーーの発展に、 重要な役割を果たしてきた。ケーシーと周辺の地方政府が合同でこんがりい川に沿ったリバーウォークを開発してきており、ウォーキング、ジョギング、自然観察などの機会を提供している。川の両岸の開発は、市の経済を推進する重要な要素である。ギグナードレンガ工場のキルンの一つ、1803年建設、ケーシーとなった地域には少なくとも12000年、前から、 インディアン部族が住んでいた。市内では、マニング考古学遺跡、サム遺跡、テーラー遺跡などが発見されている。スペインの探検家、エルナンド・デ・ソトが1540年にこの地域に入ってきており、ケーシーの街が今あるところ、コンガリー・クリークで大きなインディアンの集落を見つけた。17世紀末近く、イングランド人、ジョン・ローソンなどの探検家がこの地を訪れ、 その記録を残した。1718年、イングランド人が最初の高級的な砦を建設し、ミッドランズでは最初の構造物となった。1748年には川沿いに第2の砦が建設された。これらの砦はコンガリー砦第1号と、同、第2号と呼ばれた。1974年にはコンガリー遺跡の一部に指定された。 1803年コンガリー川の西岸にギグナード、レンガ工場が建設され、その後2世紀近くも現役で使われていた。ケイシーは1914年に市として法人化され、実業家ウィリアム JKC ーーにちなんで名付けられた。スティルホープス邸、1910年建設、ウィリアム JKC ーー帝、1917年建設、ケイシーには、サウスカロライナ電気、ガス会社、 カロライナガス輸送、PSNC エナジーか、アメリカ合衆国南東部で創業する会社の、親会社であるスキャナが本社を置いている。市内に、ブルックランドケイシー高校がある。ケイシー市は、北緯33度57分48秒整形81度3分59秒、北緯33.96333 33度整形81.06639度、 33.96333-81.06639に位置している。サウスカロライナ州のミッドランズ地域に入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は17.4平方マイルであり、このうち陸地16.6平方マイル、水域は0.77平方マイルで、水域率は4.22%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。